イテム番号。SCP-35、オブジェクトクラス。け、てる。特別収容プロトコル。SCP-35 は厚さ 1.0cm、4インチ、以上のガラスで密閉されたケース内に保管されなければなりません。この容器は鋼や鉄で組み立て、鉛の放射線紙や兵材で囲まれた部屋に置いてください。部屋のドアには常に30のロックを施し、特別に許可された職員以外に出入りを許可してはいけません。また常に2人以上の武装警備員を部屋の外に配置しなくてはなりません。ただし、どのような状況でも警備員が部屋内に立ち入ることを許可してはいけません。訓練を受けた心理学者を常にサイトに留まらせるようにしましょう。研究者はいかなる時も SCP-035 に触れてはいけません。格納容器は2週間ごとに新しくする必要があります。使用済み容器は、SCP-35 の、腐敗、反応の影響を受けない SCP-101 を利用して処分しなければなりません。SCP-035 と接触を行った者はそれに取り憑かれていないか直ちに精神鑑定を受ける必要があります。説明。SCP-35 は喜劇で使われる白磁の仮面のように見えますが、時に悲劇の仮面へと変わります。この事象は、写真、映像、イラストなど全ての既存の視覚的記録物を、SCP-35 が勝手に新しい外観へと反映するように変更します。SCP-035 の目的地の穴からは腐食性と変性の高い粘性液体が絶えず染み出しています。この汚染液体に触れたあらゆる物質は、物質の種類にもよりますが、元の汚染液体と同様のものへと変化し、緩やかに崩壊していきます。ガラスはこの腐食の速度が最も遅いように思われるため、容器の直接触れる部分に最も適しています。生物が接触した場合も同様に反応し、そこが回復する可能性は皆無です。液体の起源は不明です。液体は仮面の正面からしか現れず、反対側から出現するところを確認されてはいません。SCP-035 から1.52m、56フィートに近寄るか、視覚的な接触を行った被験者は、それを顔に装着する強い衝動を感じます。SCP-035 が被験者の顔に装着されると、本来の脳波の代わりに SCP-35 の脳波パターンが重ね合わされ、被験者に脳死をもたらし、効率的に殺害します。その時被験者は意識が SCP-35 内に取り込まれていると推測します。取り憑かれた、被験者の肉体は無機物に比べて早く崩壊していき、最終的に小さなミイラのように変態します。被験者の身体構造上に重大な損傷があり、肉体が文字通り機械的に動かすことができない状態まで崩壊した場合であっても、SCP-35 には肉体の認知制御を維持する能力があることは実証されています。人間以外の動物の顔に装着された時、この現象が発生しないことは確認されています。SCP-035 との会話では有益な情報が得られることが証明されています。SCP-35 は多数の重大な情報をもたらしており、研究員に他の SCP についてや、歴史全般に関してなど様々な情報をもたらしました。SCP-035 は会話するすべての人に社交的でお世辞がうまく、高度な知的とカリスマ的な個性を示します。SCP-35 は与えられたすべての知性と適性テストに99点の成績を収め、記憶力は写真のように精密でした。しかし SCP-35 は面接担当者の精神に重大な変化を突然起こさせる高度な精神操作が可能であると心理分析は発見しました。SCP-035 は被験者を言葉だけで自殺を強制したり、ほぼ知性を欠いた操り人形に変質させるなど、極めてサディスティックな思考であることが証明されています。SCP-035 は人間の心の働きに関して詳細な知識を有しており、十分な時間が与えられた場合あらゆる人間の意思を変えさせることが可能であると示唆されています。ほい。SCP-35 は1800年にエネツィアの廃屋の封印された地下室で発見された。ほい035、1。SCP-35 はマネキン、死体、及び彫像を含む人間的形状を有するあらゆるものに取り付くことができると結論付けた。これにより SCP-35 に生きた被験者を SCP-035 に使う必要はないと判断された。それでも取り憑かれたあらゆるものは崩壊する運命にあることは変わりはない。ほい035、2。SCP-35 は数人の研究スタッフに脱走を手助けするように説得し、脱走を企てた。結果、脱走は失敗。
これによりこれから SCP-35 と接触するすべての職員は強制的な精神鑑定を行い、すでに SCP-035 と接触したすべてのスタッフは処理された。ホイ035、3。SCP-35 は何かに取り付いているかいないかに関わらずテレパシー能力を持っていることを確認されている。SCP-35 はテレパシー能力で他人の潜在意識へ感応式識を奪い、会話の主導権を奪い操る。そのため SCP-035 と会話する被験者を選択する際には細心の注意が必要と判断される。ホイ035、4。SCP-35 は他の SCP に、とりわけ SCP-57 及び SCP-682 に関心を表している。博士は SCP-35 が特殊な再生力で崩壊を無効化するそのどちらかと結合し、SCP-35 が半永久的なホストを得るかもしれないと危惧している。ホイ035、5。SCP-35 の数回にわたる脱走の企ての後、事件記録を検討した最高司令部は、SCP-35 を恒久的に施設内で封印、SCP-35 との接触を禁止することを決定したが、数人の担当者がこれに反対し放棄。これにより SCP-035 と接触したすべての職員を処理。今後 SCP-035 の担当者を頻繁に交代させ、休眠状態にあっても接触は可能な限り少なく制限されるべきと判断された。ホイ035、6。SCP-35 の10メートル以内では近づいた職員らが、最近不明瞭な囁きが聞こえ不快感を覚えると報告。その他の職員も深刻な偏頭痛に苦しんでいる。現在 SCP-35 は監視下にあり、その休眠中の挙動に変化なく、音に関しては何の記録もされてはいない。SCP-035 の活動強行を観測するため、一時的に SCP-035 の封印を解除することが表記された。秘訣。ホイ035、7。SCP-35 の格納容器の壁から突然黒い液体の分泌を確認。物質を検査したところ、いくつかの異質で未知の物質で高度に汚染されてはいるが、それが人間の血であることが判明。物質は pH 4、5の腐食性を持ち、長時間さらされた壁の耐久性に悪影響があることが立証された。最も注目すべきことは、それが壁に模様を描いているように見えることである。その一部は、イタリア語、ラテン語、ギリシャ語、そしてサンスクリット語など、様々な言語で書かれたポリグラフのようになっている。現時点での翻訳は保留。その他の部分は、多くの場合、彼らが忠誠を誓う人々に捧げるための生贄の儀式の図のように見え、そこに描かれる犠牲者の全てが財団職員や自分の愛する人に不気味なほど似ていることに気づいた一部のスタッフはショックを受けた。これらの新しく形成されたパターンを調査するために部屋に入った研究者たちは巨大な囁き声や、甲高く不規則で記憶を奪いざる笑い声を聞いたと訴えた。SCP-035 の格納ユニットの近い区域で日々作業を行っていた職員たちは、これまでに SCP-035 との接触があったかどうか関係なく、自殺率の異様な向上のため、職員の士気に対して致命的な損害を被った。SCP-035 休眠治癒の唯一の変化は格納容器のガラスケースにのみ確認されている。SCP-35 の腐食物質による容器の劣化が加速し、ケースが破損。粉々に砕けたガラスによって汚染が広範囲に広がった。ケースの破損は、狙ったかのようにこちらの最も都合の悪い場合に限って頻繁に発生し、これによってこれまで研究者と清掃スタッフに6人の負傷者と3人の死亡者が出た。ホイ035、8。SCP-35 を封印した区画の記録から、調査チームは精神異常、自殺、それにより被った指揮損害を SCP-035 の仕業と結論付けた。これにより対策として SCP-148 で内部及び外壁を覆うことを決定。この対策は SCP-132 ドキュメント132、1を参照、の封印時に効果は実証済みである。その際、より効果的な対策として、高濃度の塩電子を SCP-035 の区画内に散布した。ホイ035、9。SCP-148 の使用はうまくいっており、死期と自殺率は SCP-035 の移送前の値に回復した。しかしながら、うちに閉じ込めたことにより区画内の汚染率が促進された可能性がある。
区画職員は、一般的なうつ病と同様、重い恐怖感、恐怖、怒りを感じ、そして聞き取れないような囁きを聞くことがあると述べた。区画の長期滞在には、他の人に深刻な偏頭痛、自殺傾向、目の周り戸口と鼻の内側の血管の激しい出血、他人への敵意の増強、耳をつんざくような高笑いが頭に響くなどの報告が職員から上がっている。3時間以上の勤務は非常に高い精神汚染を引き起こすとともに自傷行為や他者への暴力といった問題行動を起こすことが発覚した。なお、精神汚染された者の多くはラテン語やギリシャ語りで話し、その者が言語を習得していないという事実にもかかわらず言語を下することが発見されている。壁に描かれた文字や壁画の血液の存在は、不釣り合いに増加している。壁、模様と文字は折り重なるように増殖していき、今では壁一面を覆った。壁の清掃が困難であり、最初に記録された腐食性の粘液よりも、およそ 2.4 のペーハーとさらに強力な腐食性を持っていることが判明。壁の交換が必要になるには、推定で約2ヶ月と推測される。SCP-035 の封印は日を追うごとに困難となりつつある。SCP-035 の封印を一時的に解除することが再度表記された。秘訣。ホイ035、10。現在 SCP-035 の格納容器の壁、天井、床は血液で完全に満たされており、エリアに入ると全ての職員と警備スタッフは全身防護の保護スーツの着用を義務付けられている。清掃のための活動は今現在も絶え間なく行われている。ホイ035、11。SCP-35 の格納容器内部では観測現象が強大さを増し、それも非常に高い頻度で再発している。容器のドアは担当者が中にいる間も自動的にロックされ、しばらくの間は開けることができないと報告されており、巨大な血だまりから突き出してくるでは、多くの場合、近くの人を掴もうとするか、危害を加えようとする。ぼやけた幻影がスタッフの周りに現れ始めている。電子機器は格納容器内でもはや機能せず、たとえ物理的な説明付けが存在しなくても、その中でライトを使うことができないため、非電源式の光源を使用せざるを得ない。清掃を行っても容器の汚れはほとんど落ちず、壁は非常に速いペースで劣化しているため、血が容器の交換をほぼ不可能にしているにもかかわらず壁は高々1週間しか持たないと推測される。そのため SCP-035 を完全に新しい格納容器に移して、古い容器は密封して残りの施設から遠ざけるなどの処置が必要かもしれない。判断が求められる。